攻守方向を変わりまして、ファイナルクォーター第4クォーターに入ります。愛媛大学相手陣42ヤードからファーストダウンテ。さあこれクォーターバックキープを展開しました。ハンドフォースフェイクしまして右オープンへのランプレー、相手の裏をつくようなカウンターが決まりまして、右オープン展開し約8ヤードのゲインを奪っております。ここへ来てクォーターバックのランプレーを投入してまいりました。見事それを決めたのは17番の田中でした。紅葉高校出身の3回生です。さあセカンドダウン2の状況、愛媛大学ボールオン相手陣は34ヤード。パス不成功。今度は右に動いてから左の逆のカウンターを突く形でワイドレシーバー1番にパスを投じました。しかしこれはディフェンスカバーあり、パス不成功となっています。さあサードダウンの状況に変わりました。愛媛大学ボールオンは相手陣34ヤードの絶好の地、攻撃権更新、必要距離は2ヤード。さあ愛媛大サラン2、さあラインター、攻撃権更新、ファーストここでランプレーによるカウンターでランニングバック41番に託しました。スピードに乗りました41番、相手ディフェンスをまくるように左オープン展開し攻撃権更新です。愛媛大学ファースト見事攻撃権更新、果たしたは41番の渡辺、西条高校出身2回生です。さあ攻撃権リセットし1回目に戻しています。愛媛大ボールオンは相手陣31ヤードからファーストアンテ。パス成功。クォーターバック17番右に展開した7番にパス、7番ディフェンスのカバーありましたがこれを見事にかわしまして、パスキャッチ約9ヤードのゲインを果たしております。見事にパスキャッチ果たしましたのは7番の大和でした。八幡浜高校出身2回生です。本日大活躍しております。さあ レフリータイムアウト解けまして試合再開です。愛媛大学セカンドダウン3、ボールオン相手陣24ヤード、ゴール前の攻防に入ります。さあ中央へのパスいった、パスキャッチ成功、攻撃権更新、ファーサー愛媛大学ここで中央を切れ込んだワイドレシーバー13番にパス、13番タックル受けながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。愛媛大学ファーサー
見事タフなキャッチ決めましたのは13番の柊木、聖徳高校聖徳学園出身4回生です。愛媛大学ファーストダウン10、ボールオン相手陣17ヤード。これは高知大学を踏ん張った中央エンドランプレー、キャリア23番、しかしこれを押し返すように高知大学フロント陣踏ん張っております。さあ愛媛大セカンドダウン10に入ります。TS さんメッセージありがとうございます。季節柄やはり、ナイターとはいえやはり厳しい状況、ここは体力と気力の勝負に入っています。パス不成功、ここで中央走り込んだ19番へのパス、13番のパスにへのパスで突破を図りましたが、しかしディフェンスカバーよくパス不成功になっています。サードに変わります。TS さんは東北学生リーグを経験されていらっしゃるんですね。時節柄、この時期果たしてこちらと比べして涼やかでしょうか。むしろあちらの方も夏の時期は変わらないのかもしれませんが、一度やはり東北リーグの試合も取ってみたいと私は思っております。さあ試合に戻ります。サーダウン10愛媛大、ここは高知大踏ん張った。愛媛大ここでトスしまして右オープンランプレーを展開し突破図らんというところでしたが、ここで高知大学53番見事なパシュートでタックル決めまして、このランプレー阻止しフォースダウンに変わります。素晴らしいパシュート決まりました。高知大学素晴らしいディフェンス陣の奮闘です。ここで愛媛大学が後半1回目のタイムアウトを使いました。文字通りこの状況に入りますと、第4クォーターはそれぞれの体力、気力、そしてそれぞれのここまで積み重ねてきた練習量が大きく色濃くはっきり出る状況になってまいります。ここで足が動くか否か、この点も勝敗に大きな要素になってまいります。さあこの第4クォーター残り時間6分11秒の試合展開、どのような形で結末を迎えるでしょうか。愛媛大フォースダウンイレブン、フォーメーションを組みました。プレーします。フォースダウンギャンブル、パス飛んでる、しかし届かない。ここで左に展開したレシーバーにパスを投じました。このパスはワイドレシーバー取りました。しかしそこからのキャッチアンドランを甲子園阻みまして、結果的に攻撃権更新許さず、4回目の攻撃失敗に持ち込みまして甲子交代、攻撃権変わりましてテイクオーバー、甲子園役に攻撃権変わります。凄まじい攻防ありました。このゴール前の攻防、最後の最後しのぎ切りましたのは高知大学でした。攻撃権取り返した高知大学、自陣10ヤードからの攻撃に入ります。高知大学ファーストダウン
プレーを投入、ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。好調なパスを展開すると見せかけ、ここでまずランプレーを挟みます。これが判断よく約4ヤードのゲインとなっています。高知大学セカンドダウン7、さあ再びランプレー、今度はランニングバックにハンドオフ、左オフタクルイン付近へランプレーを投入しました。このランプレーにより約2ヤードほどゲインとなっています。ここで愛媛大学が後半2回目のタイムアウトを投入しました。愛媛大学、この優位な状況をこのディフェンス陣の奮闘で確保せんと、ここであえてタイムアウト2つ目を投じました。さあこの判断、果たして吉と出るか凶と出るか、あるいはこれを吉にすることが勝利の絶対条件となってくるかもしれません。さあそのタイムアウトを間もなく解けまして試合再開となります。高知大学サードダウン5、ボールオンは自陣15ヤード。さあクォーターバックのランプレーですが、ここでイエローフラッグが投じられています。反則があった模様です。さあこの状況の反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ここでディフェンスに反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。従いまして5ヤードバッタリです。この結果攻撃権更新になります。高知大学、高知大学ファーストランに変わります。非常に大きな反則が発生しました。ここで優位に先とタイムアウトを取りまして、ディフェンスの圧力かけんというところ、しかし勇み足になりまして反則となり、結果攻撃権更新になっております。高知大学、ここでウォーターブレイク入ります。大石様がおっしゃる通り、有利な状況にあるチーム、できるだけ時間をつかまんとランプレーで来る、これは上等手段ですが、パスが好調であった高知大学のそのパス攻撃の残滓残る ところ愛媛大、そのランを許している状況にあります。なんとか先と先ほど勝負に出んというタイムアウトを取り仕掛けましたが、これがアダになりました。攻撃権更新になっております。さあウォーターブレイク解けまして、高知大学攻撃継続となります。ボールオンは自陣21ヤードから高知大学ファーストアンテン。ここでパスを通した、パス成功、ファーストアン。高知大学ここで満を持してパスを通しました。外にいたレシーバー縦に上がりまして、このパスキャッチ、見事攻撃権更新、高知大学ファースター。見事にキャッチしましたが、高知大学3番の成田でした。洛北高校出身1回生です。さあボールオンは自陣39ヤードにまで上がりました。高知大学ファースターアンテン。
ここでホイッスル。ここで甲子大学は後半1回目のタイムアウトを取ります。甲子大学、先ほど攻撃権更新果たしましたが、その次のプレーの際の作戦タイムに時間を要しました。ここで反則を犯さずと判断しましてタイムアウトを取った模様です。イエス様、止めたのに残念のメッセージ。確かに非常に惜しい状況でした。しかしここで勝負をせざるを得ない、その状況、まさに表裏の攻防だったと思います。さあ、高知大学ファーストダウンテ、不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則発生です。反則が発生しております。スローの設定遅れましたので状況を、取り損ねておりますが、しかしディフェンス側でしょうか、反則があった模様に感じます。ディフェンスのパスインターフェアです。従いまして15ヤードのペナルティー。高知大学攻撃権更新という形になります。高知大学ファースター。先ほどのパスによって攻撃大きく前進図らんというところ、これを阻止せんとなんとか食らいついた、その際に反則が発生となってしまいました。さあ、仕切り直す形になります。高知大学は相手陣46ヤードからのファーストアンテ、そしてパス成功。鮮やかなパス攻撃決まります。甲子大学ファースター。まさにそのひるんだ一瞬の隙、再びロングパスを投じました。そしてレシーバー、このパスを見事キャッチ、失礼しました、パス不成功です。失礼いたしました、パス不成功の判定です。失礼いたしました。キャッチしたかに見えましたがパス不成功となっています。高知大学セカンドダウンテン、パス不成功。これはディフェンスナイスプレッシャー。今度は左インターレシーバーの手前側にパスを投じ、キャッチアンドラン図らんというところでしたが、これはディフェンスプレッシャーかけまして不成功に変えています。サードダウンに変わります。さあ、高知大学相手陣46ヤードからサードダウン10の状況。ここでどういうプレーを持ってくるか、愛媛大それをしのげるか。これは愛媛大踏ん張った。甲子大学、ここでスクリーンパスを展開しようとしました。手前にターンランニングバックにキャッチアンドランを図らせるデザインプレーですが、これを見事に読んでおりました。このプレー阻止しましてフォースダウンに変わります。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。
現在負傷者発生のためのレフリータイムアウトは取られています。まもなく試合再開となります。さあプレー再開です。高知大学フォースダウンナインプレーをします。フォースダウンギャンブル、制限時間ギリギリまでプレーを止めます。パス不成功です。このフォースダウンのプレーパス不成功となりまして、フォースダウンギャンブル失敗、従いまして4回目の攻撃喪失となりまして、攻守交代、テイクオーバーで攻撃権愛媛大学に変わります。さあ愛媛大しのぎました。攻撃権を取り返しまして、ボールオン自陣44ヤードからの攻撃に入ります。試合時間残り2分47秒、愛媛大学ファーストダウン、手パス不成功、まず中央へのパスでした。しかしこれは甲子園ナイスカバー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。愛媛大学セカンドダウン手、ボールオン自陣44ヤード、パス不成功、今度は奥へ行った7番、しかしわずかに届かず、パス成功、サーダウンに変わります。愛媛大学サーダウン手、ナイスパスカット、パス不成功、ここで右外で展開したレシーバーへのパス、しかしこれも阻止しフォースダウンに変わります。愛媛大フォースダウン点キャンプ、パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらの反則か、オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手を掴んだり握ったりしてはいけません。この反則はしかし高知大取らずプレーを成立させました。したがいまして4回目の攻撃失敗が有効となり、高知交代、攻撃権変わりましてテイクオーバー、高知大学に変わります。高知大学相手陣44ヤードからの攻撃に入ります。高知大ファーストダウン点、
プレー、オプションのピッチを受けて6番左を投げない、しかしこれは愛媛大止めまして、ノーゲーセカンドに変えます。ここでホイッスル、ここで2ミッツオーニングに入ります。さあ残り2分の状況でここでレフリータイムアウト、2ミッツオーニングに入ります。愛媛大学としてはこのタイムアウトを確保したかったところですが、しかし結果的にこうしたい、これを見事に自分たちで消化することに成功しています。現在攻撃権は高知大学、愛媛大なんとかこれを取り返し逆転図らんという状況、しかし残り時間2分と試合終了の時が迫ってきております。さあ試合再開、高知大学ファーストダウンテン、さあここでクォーターバックキープ、ハンドオフフェイク、そしてディフェンスサットする中、右オープン見事に大きく迂回するように前進しまして、攻撃権更新の手前まで進む形の見事なランを決めています。9ヤードのゲイン、ここでクォーターバックのランを投入しました。高知大学サードダウン残り1ヤード、愛媛大踏ん張れるか、不成功。ここでパスを通しました、奥に走り込んだレシーバーにパスを通しましたが、しかしこれはディフェンスカバーし、フォースダウンに変えます。また前パス失敗ですので時計は一旦ここで止まります。試合時間残り1分5秒、高知フォースダウン残り1ヤード、ギャンブル、さあ右奥へのラン判定どうか、ここでイエローフラッグが投じられております。反則発生です。ここでディフェンスにレイトヒットの反則がありました。プレー終了後のヒットです。このヒットは危険な行為となりまして重大な反則に扱われます。ペナルティは15ヤード、従いまして攻撃権高知大学更新です。高知大学ファースト、非常に大きな反則となりました。高知大学相手陣20ヤードからのファーストアンテ、中央のプレー、ここでイエローフラッグです。反則が発生しています。反則が発生しております。さあ果たしてどちらのチームの反則でしょうか。
オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。10ヤードバッタイシファーストダウン、やり直しとなります。高知大学、従いましてボールオンは相手陣30ヤードでしょうか、29ヤードからの攻撃と変わります。しかし残り時間52秒と試合終了の時は迫ってきております。高知大学ファーストダウン20、中段のプレー、しかしこれは阻止します。愛媛ライン、ここでホイッスル。ここで愛媛大最後のタイムアウトを行使しました。愛媛大学後半3回目のタイムアウト。愛媛大学残り時間これ以上進めさせるわけにいきません。ディフェンスで最後のタイムアウトを行使しました。しかしこれで時計を止める手段はなくなりました。高知大学セカンドダウン20、さあランプレー投入、これはディフェンス踏ん張ります。しかし中で倒れているため時計回ります。高知大サードダウンに変わります。残り時間10秒を切りました。ここで試合終了です。試合終了となりまして、愛媛大学ボンバーズ10点、高知大学マリコース20点、高知大学の勝利となりました。双方まさに死力を尽くす一戦となりました。互いにこの秋本番の開幕にふさわしい素晴らしい一戦となりました。互いに文字通り視力を尽くし気力呆然といった格好で双方とも、首脳陣歩み寄っております。それほどに全力を尽くした一戦であったことが伺いしている光景です。その一戦見事制しました。高知大見事な一部復帰初戦白星でした。
痛い敗戦となりましたが、しかしまだ終わっておりません。次の試合で取り返しまして、決勝トーナメント進出をかけて奮闘してもらいたいと思います。ナイスファイトでした。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。これにて本日の全日程は終了です。ここで施設のご案内をいたします。施設は9月7日土曜日、第3節、第1試合、15時より山口大学対下野大学。そしてこの試合を見事勝利しまして、復帰戦を見事白星で飾りました。さまざまな方のメッセージありますが、もしかしますとこの秋のまさに台風の目になるかもしれません。マリポーズ開演隊、素晴らしい復帰初戦の白星でした。ナイスファイトでした。多くの方々のメッセージ読み上げる期間なく、なかなか申し訳ございませんでした。高福岡様メッセージありがとうございます。高知大学のパス攻撃見事だったと私も思います。非常に面白いチームになったと思います。非常に期待したいと思います。 TS 様も、コメントメッセージありがとうございます。高知大2部にあったと思えない完成度に非常に驚かれた模様です。私もそれを感じております。私服の期間を見事に生かした素晴らしい戦いだったと思います。 OC さんメッセージありがとうございます。この試合では高知大学の選手の努力と最大化する高知人の働きが素晴らしかったというふうに感じます。ベンチワークにこの勝敗の大きな差があったように感じるというメッセージありがとうございます。アメリカンフットボール作戦力、そしてその高知人の指導力も問われる競技です。これが如実に現れた結果かもしれません。素晴らしいゲームでした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが志しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で高校で名をとどろかしたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだその者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わずとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界のこの物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は間もなく終わりを告げたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は中四国アメリカンフットボール協会の、許可のもと実施させていただきました。そして配信を来、この週末にあります9月7日にも行わせていただく予定になっております。9月7日15時からのキックオフで山口大学ギャンブラス対島根大学ウォリアーズ、そしてその後に控えます17時30分本日対戦になりました愛媛大学が今度は強敵広島大学に挑みます。この一戦にも、この2つの試合にもぜひご注目ください。その試合を、そしてこれからの試合、この試合も含めまして配信させていただきました。私道楽屋記者でした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。